グランジ墓地にあるアレクサンダー・キース・ジョンストン不死の墓標。アレクサンダー・キース・ジョンストンは、エディンバラに生まれ、現在のタンザニアで没した、スコットランドの探検家、地理学者。彼は、地理学者として、著作を残した同名の、父アレクサンダー・キース・ジョンストンと、母、メアリー・グレイの間の息子であった。彼は、1873年から1875年に、かけて、 地理学者としてパラグアイにおける測量調査の仕事に当たった。その後、彼は王立地理学会が派遣したニアサコとタンガニーカコへの遠征隊を率いることとなった。しかし、この遠征が始まって6ヶ月後、ジョンストーンは南アフリカのベホベホでマラリアとセキリのために死亡した。彼の名はエディンバラのグランジ墓地にある父の墓標に合わせて刻まれている。 この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チズム、ヒュー、エド、アレクサンドル・キース・ジョンストン、エンサイクロペディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。